シンガポールからシンガポールのフルーツをお届けします。はい、今日はこちらシンガポールから先ほどシンガポールのスーパーでみかんを爆買いしてきたので、このシンガポールで売ってるみかんとこの日本産のみかんを今から食べ比べていきたいと思います。はい、今日はシンガポールの友達マサ君と一緒に食べ比べます。じゃあ日本だとシンガポールに売っているフルーツを比較するために、今からこちらのスーパーでシンガポールのフルーツを買っていきたいと思います。こちら中国っぽいこのみかん、本館っぽいみかん。はい、じゃあこの中国っぽいやつ1つ、こっちのじゃあちょっと大きめの皮が硬い、これはキノのマンダリン、マンダリンですね。みかん、これも2つ。シンガポールが東南アジアでフルーツを買うときは、こんな風にラッピングされてない状態で売ってるので、ビニールに入れて、で、こう価格をピッピッて買ってくれるお兄ちゃんがいるんで、そこに持っていかないとレジで全然買わせてくれません。はい、ありました。非常に状態のヤバそうな。中国産のポンカン4種類と皇帝月という小さいみかん、そして小原紅早生を比較していきます。日本のみかん、小原紅早生です。じゃあまずはじめにこれから食べていきたいと思います。一番最初に選んだやつです。チャイナさん、硬い、めっちゃ硬い、全然むけん、食べ物じゃなくて、なんか感傷とか。続いてこっち、多分これの横に置いてあったんで、でかいバージョンの気がする。硬いけどさっきのよりかは置きやすい。あ、香りが違う。確かに香り違う。じゃあ食べたいと思います。なんかすごい種があるじゃん、めっちゃでっかいってなる。これはいい。あ、これまあ確かに、うん、さっきのと比べると甘みが強い。確かに酸っぱさはあるけど甘みの方が強いね。でも種がある。めっちゃめっちゃある。 2,3 個ある一粒に。すごい見た目です。かぼちゃみたいなやつを食べていきたいと思います。
しいです。これこちらをチェックしてください。じゃあバイバーイ。